7日夕方開かれたオンライン会議では東海3県の知事がそれぞれ第6波の感染状況を報告しましたまん延防止等重点措置の効果により飲食店での感染が減少しているものの保育施設や高齢者施設などで感染拡大が続いているほか50%を超える病床使用率への警戒感が示されました知事らは第6波の減少傾向の見通しが立たないことから 東海3県で足並みをそろえ重点措置の期間の延長を政府に要請することで一致しました政府への要請は愛知県と三重県があすにも岐阜県は専門家との会議を踏まえ10日までに要請する考えで3県の間では延長期間を3週間が妥当と見ています